飯出天皇派肉地給陵廃所北花内、大塚古墳は奈良県葛城市北花内にある古墳。形状は前方公園墳。実際の被送者は明らかでないが、区内庁により、派肉地丘陵として第17代、離中天皇高村女の飯出天皇の御笹木に事情されている。奈良県西部の奈良盆地南西園。 カツの山獄の平野部に築造された古墳である。現在は、宮内庁事情の皇族寮として、道庁の管理下にあるが、これまでに道庁による調査などが実施されている。墳形は、前方部が大きく発達した前方五円形で、前方部を南西方に向ける。断築、作り出の有無は不明。墳球表面では、遠藤派庭、継承派庭のほか 高山規制の傘型木製品が検出されている。墳丘周囲には集合が巡らされる。主体部の埋葬施設及び副葬品は明らかでない。この北花内大塚古墳は古墳時代後期初頭頃の築造と推定される。葛城の地方では、室宮山古墳に始まる市長母系府が御所地域から おし会地域に移る予想を示すが、その中で本古墳は、おし会地域に移動後の屋敷山古墳、日降山古墳の皇族主張簿に位置づけられる。被壮者は明らかでないが、前述のように現在は、宮内庁により、第十七代、李中天皇高村女の飯出天皇の御捧ぎに、事情されている。古墳の規模は次の通り。墳丘は近世に神社が遷座された際に大きく、 改変を受けている。角座市、神社を司会隠し宮伝承地。北花な大塚古墳の実際の被装者は明らかでないが、宮内庁では、第17代、李中天皇高村女の飯出天皇の御笹ぎに、事情している。飯出青王女の墓について、古事記に記載はないが、日本初期、建造天皇即位前期では、桂ツ派に口丘陵と見える。 演技式書料料では東馬家の葉肉口馬家として記載され、大和国屈下軍の所在で、長域は東西一町、南北一町で、主護三煙を毎年当てるとする。イーデア王王女は、聖明天皇の崩御後に奥敬王、奥桶王が皇位を譲り合ったため、おし会隠し具で政務を取ったとされる人物である。日本書紀では、聖明天皇五年11月に崩御し、 本朝公院正雲録では四十五歳であったとする。イーデア王女が即位したかは明らかでないが、日本書記では飯出青村として、墓所も領と記すことから、古くから歴代天皇に位置づける説が生じており、不創略記本朝公院正雲録では飯デ天皇と記載されている。本領においても、現時元年に日本書記に従って領と定められており、これが、 現在まで踏襲されている。ありがとうございます。